ニューエー OJ の名古屋です。今回なんですけども、映画プリキュアオールスターズ F 見に行ってきました。そこで買ってきた購入品をご紹介したいと思います。まあ紹介なんでね、まあまた無編になるんですけども、これがねこの中に全部入ってます。だだだだ、中にはガチャガチャも実は1回引きまして、まあ、こっちから紹介しましょうか。新たなガチャガチャがね誕生したということで、プリキュア20周年広がるスカイプリキュアのガチャを引いてきまして、出たのがなんと、開けましょうか。いやーね、やっぱ僕特撮好きなんだけども、最近はプリキュアですね。もう本当にもうなんか毎週日曜日プリキュア楽しみに朝起きてて、プリキュアを見るたびに元気が出る。でということでラインナップがこちら、で、キュアスカイ、キュアプリズム、キュアウィング、キュアバタフライ、そしてマジェスティ新キャラ登場ということで、僕が出たのはね、なんとまたアゲハさんということで、よくキュアバタフライ出るんですよね。まああのうちのヒロキが推しなんですけど、これはね開けずにこのままねプリキュアコーナーで飾っておくという感じなんですよ。で、まあ、映画の方でね、全プリキュア20周年ライブ、ライブチケット先行抽選受付ということで、こちらなんかねやつがついてきたんで、これ応募しようかなというふうには思ってるんですね。はい、おいで次、これあの映画館限定で買ってきた、まあ、ポップコーン入れよりもなんか使えるなと思ってたんですけど、これねキラキラドリンクカップポーチ、なんか使えるんじゃないかなっていう普段でね思いますね。この中になんかなんやろうな、なんか入れて持ち歩けるんじゃないかなって、これでめちゃめちゃいいなっていうふうに思います。でここにはねあのプリキュアのキャラクターが載っていまして、はい、こちらねいろいろと載ってまして、いいなっていうふうに思って買いました。次、ホーム劇場なんですけど、ね、はい、広がるスカイプリキュアのフェイスタオル、こちらは20周年ということで、ナイロンピンはハサミで切ってください。これちょっと開封しましょうか、これはさすがに、うん、まあ開けないで置いとくのもいいんだけど、このデザインまあ見たいので開封しようかな。まああのね開けないで飾っとくのもいいんだけど、置いとくのもいいんだけど、あのやっぱりね、何だろうな、開けた方がいいのかな僕的には。うん、あのもう見た瞬間にこのフェイスタオルは買おうかなと思ってた、ずっと。ちょっとあんま傷つけたくないんで、ナイロンでピン外して、おお、開いた感じなかなかいいね。これなんかドアのとこに吊るしといてもいいんじゃない？うん、こう上にはスカイとエルちゃんが映ってて、で下に見るとプリキュアたちがねいますね。スカイ、プリズム、ウィング、バタフライというで、これなかなかいい。そして次、これねイオンシネマ限定 3D アクリルキーホルダー、真っ白さんの買いました。いやー、ちょっとストラップも浮いてきたけどね、なんか
どれかをかあのバッグにつけようかっていうことで、これいいんじゃない？マシロンのこれつけてても、これあの映画館に売ってたやつだな。まだちょっと開けて飾っておきます。じゃあなんかあれつけます。で入場特典でなんとねもらえたんですけども、2点ね。まずこれ弟と見に行ったんで2枚もらって、出たのがこちら、キラキラプルキュアアラモードのキャラクターたちと、これはねハグッドプリキュアですねのキャラクターたち出ました。本当は自分ドキドキプリキュアか、まあ、2人はプリキュアか広がるスカイプリキュア欲しかったんですけど、それが出たと。でなんと入場特典でねこちらのミラクルライトもらいました。でこのミラクルライト実はお店で何か提示すると割引が効くんですよ。でちょうど2つあるんで、1個はカバンにつけるようで、もう1個が部屋で置いとく用という使いたいと思います。まあ、音とかくれたからね。でそれと今回は買ってしまいました。じゃじゃん、映画プリキュアオールスターズ F のパンフレットなんだけど、これはねすごい、あのやっぱりオールスターズだけプリキュアの声優さんが載ってるんですよ。でどんな声を演じてるかっていうのも情報も全部載ってまして、いいなと思って。後ろにはこの広がるスカイプリキュアのキャラクターたちがありますね。あ、エルちゃんちょうどここマジェスティだったらいいかなと思ったんですね。はい、というわけで、まあ、ちょっと見た感想を言いますと、もうねあのお涙頂戴作品だった。でプリキュアファンにとっては本当にあの感動する作品だったかなっていうふうに思って、であとはやっぱり劇場で確かめてほしいなっていうふうに思いますね。うん、あの真代さんとねえ空ちゃんの掛け合いも最高でした。でむしろ弟もハマりそうな感じで、まあ、あのハマるっていうかこのプリキュアいいなっていうキャラが見つかったそうです。というわけで今回はプリキュアのグッズをご紹介しました。まあちょっとねやっぱりこんだけ最近プリキュアにちょっとハマりだして、まあさすがにプリキュアのグッズが増えてきたという形で思います。やっぱりさすがにフェイスタオル開けておいた方がいいかなって俺は思った。というわけでこの辺で終わります。また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。